自閉症スペクトラムの発症に関わる遺伝子は極めて多数ですが、その変異や多形が単独で自閉症スペクトラムの発症の原因となることはごく稀です。ほとんどの遺伝子変異、多形にはそれぞれ異なる発症リスクがあり、個人の遺伝子上にある発症リスクをすべて足し合わせたものがその人個人の発症リスクとなります。このように多数の遺伝子が関与している遺伝形式を多因子遺伝と言います。多因子遺伝は疾患の発症だけでなく身長や体重、血圧などの多くに関わっていて、自閉症スペクトラムがそうでない状態と明確に線を引くことができない連続体としての性質を持つことは遺伝子や遺伝の面からも示されていると言えます。遺伝によらない遺伝子の変化によって生じるデノボ変異は個々の頻度こそ低いものの、単独でも発症するリスクが高く、さらに知的障害や運動発達遅滞、転換の合併などの機能低下に深く関わっていることが示されています。自閉症スペクトラムの原因は共通した何かと思っていた人は意外に多いのではないでしょうか。自閉症スペクトラムの原因は複数の遺伝子の塩基配列の変化の組み合わせに何らかの環境要因が加わり、神経細胞のネットワーク形成に影響を及ぼしているものと考えられています。塩基配列とは、1本の DNA 上には4種類の塩基が直鎖状に並んでいて、その並びのことを塩基配列と言います。この塩基配列が遺伝情報となっているのです。細胞が分裂する際には DNA を複製しますが、その際にこの塩基配列に誤りが生じると遺伝子変異、遺伝子多形となります。ある遺伝子の特定の塩基配列の変化の頻度が 1% 以下の場合にはその変化を遺伝子変異と言い、 1% 以上の場合は遺伝子多形と言います。遺伝子の変化の頻度が低いことは、その変化が世代を超えて維持されにくいことを意味して、遺伝子の変化の頻度が高いことは、その変化が維持されやすいことを示します。繰り返しますが、複数の遺伝子の塩基配列の変化の組み合わせに何らかの環境要因が加わり、神経細胞のネットワーク形成に影響を及ぼしていると考えられていて、結果としてそれが自閉症スペクトラムとして共通する行動の特徴として現れるようになると考えられています。発症に関わる遺伝子は極めて多数と考えられていて、500から1000またはそれ以上の遺伝子の関与が想定されています。多様な遺伝子の変化の組み合わせに何らかの環境要因が加わり、脳の発達に一定の影響を及ぼすことで自閉症スペクトラムとしての共通性を持つ特性が生じます。自閉症スペクトラムの発症に関わる環境要因については、現在までに膨大な研究が行われてきましたが、発症に関連のありそうな要因がいくつか発見されるものの、環境による原因の大部分を説明できる決定的なものは未だに見つかってはいません。近年この謎に対して大きな研究成果が報告され、それは1998年から2007年までにスウェーデンで生まれた全ての子供とそのいとこまでを含む家族、親戚の追跡調査が行われ、遺伝的要因と環境要因の影響について検討し直したものがあります。この研究によると、自閉症スペクトラムの発症はその大部分を遺伝的・非遺伝的な遺伝子の変化で説明することができ、子宮内環境はごくわずかに影響している可能性があるものの、その他の環境要因の影響はほとんど見られませんでした。以上のことをまとめると、自閉症スペクトラムの発症メカニズムのかなりの部分は遺伝的・非遺伝的な遺伝子の変化によって説明が可能となっており、自閉症スペクトラムの発症に関わる環境要因はあるとしても、その影響はごく限定的な可能性があります。いずれにしても環境に原因があると現時点で結論を出すことは難しく、今後の研究の積み重ねを待つしかありません。研究が進展していつの日か明確な結論が出ることを期待します。自閉症スペクトラムとは発達障害の一つで、主な特性は対人関係、社会性の特性、コミュニケーションの特性、興味や関心が限定される特定の行動を繰り返すといった想像力の特性の3つがあります。
自閉症やアスペルガー症候群なども含む広汎性発達障害と呼ばれていたグループが現在は自閉症スペクトラムに含まれています。 DSM というアメリカ精神医学会の診断基準が2013年に 4TR から5に改定されて、アスペルガー症候群という分類はなくなり、従来の自閉症も含めて自閉症スペクトラムに統一されました。しかしこの定義はアメリカ精神医学会の診断基準で、アメリカ以外の国の対応は様々です。イギリスでは現在も多くの機関でアスペルガー症候群という診断名も使われています。厚労省が採用している ICD という WHO が規定している診断基準は現在 ICD-10 ですが、 ICD-10 ではアスペルガー症候群という用語が使われています。自閉症スペクトラムは特性の強さや現れ方、それによる困りごとは一人一人異なることも特徴です。そのためどのような対処法がその人に合うかも一人一人異なります。自身で試せる工夫もあれば、医療機関や専門機関に相談して支援やサポートを受けながら一緒に対処法を探していくこともできます。自閉症スペクトラムについては現在も研究が進められているものの、原因は特定されていません。しかし自閉症スペクトラムの原因は何らかの先天的な脳機能障害だという説もあります。数多くの関連遺伝子などいくつかの要因も発見されていて、それにより生じた脳機能の働きの偏りによって行動や考え方の特性が現れるのではないかと考えられています。そしてこのような特性と環境との相互作用によってこだわりが強くなってしまったり、人とのコミュニケーションが難しいなどの困りごとが現れます。自閉症スペクトラムの根本的な治療法は開発されていませんが、自閉症スペクトラムの特性から来る症状や困りごとを軽減するための対処法はあります。これまでの動画ではティーチの構造化やペクスなども紹介してきました。それらに共通するポイントは、自閉症スペクトラムの特性から来る症状に合わせた環境調整です。自閉症スペクトラムのある人の子供から大人まで、どの世代でも有効なのが環境調整と言われています。環境調整とは、その人の特性に合わせた物理的な工夫や周囲の協力によって家や職場、地域社会での困りごとが生じにくくなるように環境を整えるということです。自閉症スペクトラムのある人への環境調整のポイントとして、視覚的に分かりやすく、見通しを持ちやすくする、苦手な刺激を減らすなどがあります。苦手な状況を減らしたり、スムーズに行動しやすいように環境を整えたりして困りごとが出にくいように工夫します。しかし自分一人では環境の調整が難しいこともあります。その時は身近な人や職場の人たちに協力を仰いだり、医師や心理師などの専門家にアドバイスを聞くのも一つです。自閉症スペクトラムのある人の中には、コミュニケーションや人間関係が苦手で、それが私生活や仕事に影響する人もいます。人間関係やコミュニケーションの困りごとといっても、その内容は一人一人異なります。そのためまずは詳しい状況を整理して、その上で自身の特性や状況に合わせた環境調整、そして自分の人間関係やコミュニケーションについての考え方や行動の癖を整える認知行動療法、ロールプレイで望ましい振る舞いを学ぶソーシャルスキルトレーニングなどで改善方法を探します。対人関係やコミュニケーションでの主な困りごととして、話が止まらず長時間話し続ける、頻繁に確認しすぎるためどうして何度も聞くのかと言われる、話している時に相手の目を見るのが苦手、口頭での指示だと理解にズレが出てしまうなどがあります。具体的な困りごとが出たらどうすればうまくいくかを考え、無理をせずにできる範囲の小さな工夫から始めます。例えば目ではなく首元あたりを見るようにするなどです。また環境調整の面では、メモを取ることで何度も聞かなくても済み、メモで確認ができるようにする、メールやチャットなど文字でのやり取りを増やし、口頭でのやり取りを少なくするなどです。そうして自分にできる対処法をいくつか考え、練習しながら成功体験を積むと不安も少なくなっていきます。また周りの人に自分の特性や苦手なことを伝えて、やり方を共有したり協力を依頼したりすることも重要です。特に自閉スペクトラムの特性は、変わった人、コミュニケーションが取りづらいという印象を持たれてしまう可能性もあるため、正しく理解してもらうことが重要となります。
具体的な指示をいただけると理解にズレがなく仕事が進めやすいです。あやふやだと不安なのでこまめに確認させてください。話が長引いていることに気づきづらいので遠慮なく声をかけてくださいなどと周囲の人に協力を依頼します。自閉症スペクトラムのある人の多くは決まった手順を守ることが得意な一方で変化が苦手なところがあります。その特性が困りごととつながっているのであれば環境を調整したり考え方や行動の癖を見直してうまくいく方法を練習することが大切です。変化によって強い不安やパニックが起きる場合は医師に相談することも検討しましょう。この動画が参考になれば高評価、チャンネル登録をお願いします。学びにつながればコメント欄にてアウトプットをしてください。アウトプットをすることで記憶の定着につながります。ではまた。